どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、長野県安曇野市にあります、ラーメン屋さん両岸忍者にやってまいりました。こちらですね、まあその通りね、ラーメンが、いろいろね、さまざまなラーメンが楽しめることで今回やっていくんですけれども、今回ですね、激辛メニューで、いろいろなラーメンがある中で、なんかね、激辛メニューがあるということで、今回ですね、からし味噌ラーメンのスーパーレッドというものに挑戦していきたいかなと思います。で一応ね、これ辛さがですね、1辛から、まあ、10辛まで、一応選べるんですけれども、裏メニューの、21辛に挑戦していきたいかなと思います。はい、まあ、一応ね、なんか店舗で今までの最高記録に当たるらしいんで、一応ね、ちょっと記録更新を目指して、頑張っていきたいかなと思います。でそれですね、行った人の感想を見ていきましょう。嫁さんの希望により、今夜は両岸忍者アット安曇野市、僕は煮干次郎を、嫁さんは以前から食べたかったスーパーレッドかっこ1からを、煮干次郎は野菜たくさん、肉ゴロゴロ入って780円お安いスーパーレッド、もやし1本もらったけどこれあかんやつだと、いうお便りが上がっておりますけれども、まあどうなんでしょうか。ちょっとね、で一応聞いた話によると、まあ、唐辛子はなんかこう数種類をブレンドして使ってるそうなんですけども、まあちょっとね、実際食べてみないと分かんないということで楽しみですね。でね、ここね、あの店名に忍者が入るっていうだけあってね、この店舗のね、ところどころにね、こう手裏剣があったりだとか、ちょっと隠れ家チックな感じでね、ちょっと和風なお店で隠れ家的な感じなんでね、ゆったり、この激辛料理を堪能できるかなと思います。いただきます。さあ、からし味噌ラーメンスーパーレッドの21からお手並み拝見ですよ。ということで、夕頃で真っ赤な地獄色のスープですけど、非常にいい香りが漂っています。うまそうだ。じゃあまずスープからいくぞ、この野郎。説明書を見るの忘れてた。で一応ね、これ説明書にね、激辛ですので得意でない方はお勧めできません、体調の優れない方、心臓の弱い方はご遠慮くださいということで、心臓弱い方食べたらこれとんでもないことだと。何このチャーシュー、超おいしい。そうね、このチャーシュー食べるとスープが辛い分甘みを感じます。そしてこの麺をまたすすって辛みに戻ると、汗が止まんない。ちょっとあれですね、こうスープがこうなんか麻婆麺みたいな、とろちょっと若干とろみがあるみたいな。
この辺がもう熱くなるじゃん。すさまじいスーパーレッド、これは強烈。これはね、スーパーなかなかの難易度ですよ。しかし私のこのね、煮卵というね、必殺アイテムがあるので、まずこの煮卵から攻めていきたいと思います。この流れで行こう。ごちそうさまでした。それでは監査レベルの発表していきましょう。りょうが忍者さんの辛子味噌ラーメンスーパーレッド21から監査レベル、じゃらららら、ちゃん監査レベル8です。8です。はい、いやーもうね、21からこれとんでもない。もうね、ちょっと食べようと食欲があるので、これちょっとお腹にこうわっとこうちょっと熱くなるような、それぐらいの刺激がありました。この味噌、からし味噌を使用しているんですけど、これ非常にこの太めの麺にこう絡みついて非常に美味しかったですね。ちょっとね、スープにとろみがあって、こう麻婆麺みたいな、雰囲気をたどる感じさせる、そんな感じです。はい、でこれ一押しはですね、この、極太のチャーシュー、これがねまた最高でしたね。スープが辛い分肉の甘みを感じる、そんな一品です。今回ね、この、からし味噌ラーメンスーパーレッドを紹介していきましたけれども、それ以外にもね、いろいろと美味しそうなラーメンがあります。まあ、一応ね、一番人気と、紹介しましたが、醤油、煮干し醤油ラーメンとかね、あっさり系の麺から、そして豚骨ベースの、ね、コクのある豚そばとか、非常に美味しそうなメニューがいっぱいありますので、ぜひ激辛好き、そしてラーメン好きの方はぜひ、りょうが忍者に来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、激辛ブログ、ツイッターも更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。